swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me... おはようございます。あ、皆さんおはようございます。埼玉すっきり、そうですね、こっちの関東、埼玉より、まあ、僕千葉県に住んでますけれども、ゴールデンウィークって感じですね。かなり暑いです。ただ湿度は低いんでね、カラッとしてるんで、空調なしで今日も行きます。僕は結構汗が出そう。よろしくお願いします。インスタグラムの皆さんもおはようございます。YouTube の方で今からライブでトレーニングを行いますので、ぜひゴールデンウィークから一緒にトレーニングを始めてみましょう。僕のプロフィール欄から YouTube の方飛べますので、飛んでいただいてライブボタンを押していただきますと、これからね、一緒に10分から15分程度の本当に簡単な今日から始められるトレーニングを行いますので、ぜひご参加ください。朝から猫2匹シャンプーしてドライヤーしてすでに汗だくいいウォーミングアップでしたね。おお、7キロ走ってきました。すごいですね。20日間終わったら終わりですか。今日が17日目になりますかね。スタートからお付き合いいただいている方は、今日から初めての方もいらっしゃると思うんですけど、プログラムとしては、20 days っていうね、20日間の内容っていうのを今トレースしてなぞりながらやってますんで、20日間、そして、まあ、40日間っていうねプログラムにご参加いただいてた方もいると思うんで、ですけど、まあ、そっちまでですね、続けて行っていく予定なので、ぜひ20日後にもお付き合いください。まあどこからでもですね、今日1日目としていただいて、自分のペースでやってください。あ、出席ボタンありがとうございます。はい、皆さんよろしかったら、チャット開いてるとグッドボタンが一回見えなくなってますんで、チャットを閉じるとグッドボタンがね押せるようなので、出席確認のグッドボタンをよろしくお願いします。あ、インスタ見ました。ありがとうございます。はい、嫁がね、僕のインスタグラムは嫁に運用を丸投げしてみたっていうことをちょっと以前のライブでもお話ししたんですけれども、嫁がだいぶサボり気味だったんで、昨日投稿してもらいました。僕も笑いましたね、なんかね。なんか鉢が割れてたんですよね。コンクリートの鉢が、多分その上のテラスなんですけどね、ここのスタジオの真上がテラスになってるんですよ。写真に載せた、ものすごい日当たりが上がいいので、なんか水に濡れて強い光が日差しが当たってみたいな感じで、コンクリートの鉢がねバキッと割れてましたね。どうしようっていう感じ でお天気がいいんで、ちょっと以前からやりたかった、家庭菜園というかね、ちょっとお野菜を植えて育ててみようかなって今日はちょっと思ってます。ゴールデンウィーク、皆さんは今日は何をしますか。60日あるってこと、あ、そうですね、まあ、60日やれるといいですね。もう僕も頑張りますっていう感じで、イメージとしてはそこまで、でさらに そこのね、後とかまで、まあ、どこまでできるか、まあ、僕の中でもねチャレンジなんですけど、やれる限り皆さんの反応を見ながらですね、やっていきたいと思ってますんで、つま先立ち10秒グラグラせずできるようになってきました。おー、すごいね、体がこうちょっと順応してきて、運動神経系
まあ、筋肉だけじゃなくて脳からの刺激、まあ、全部脳からの刺激で筋肉を動かしてますんでね、その神経系も鍛えられてくるとバランスが整うようになってきます。なのでバランスが苦手な方ってどこの筋肉を鍛えればいいんですかっていう発想になっちゃうんですよ。だからバランス系が鍛えられる筋トレを教えてくださいみたいなねご質問よくいただくんですけど、神経系の問題なのでやっぱりその神経を鍛えるためには同じような動作反復練習を繰り返していく以外にないんですよね。なので、グラグラしながらでもやっていく、まあ、今日もねちょっとスクワットの動作の流れでバランスっていうようなね動きが昨日から入ってきたと思うんですけど、ああいうのも全然ぐらついたり足何回ついていただいても構いませんので、グラグラしながらやっていること自体が神経伝達のね神経系のトレーニングにつながってますんで、やっていくと自然と1回が2回に2回が3回に徐々にできるようになっていくっていうのが、まあ、神経系の、発達のね過程になりますんで、あんまり最初からこう完璧を求めずにですねついてきていただけたらと思います。昨日ゴルフだったんですが、このトレーニングのおかげで、はい、体のキレが良くなりいいショットが打てました。明日もゴルフです。おー、 RU さんありがとうございますね。まあ、僕全然ゴルフとかできませんけれども、まあ、ベースとなるね簡単なこの体操というか筋トレ体操しかしてませんので、本当に、ね、僕はランニングとかもね有酸素系もあんまり好きじゃないのでランニングもあんましないんですけど、ランニングのタイムが上がってきましたとか、僕が全然知らないジャンルのことを皆さん趣味でねやられてる方多いんで、それの成果が上がってきたっていうご報告って結構ね本当にたくさんいただくんですよね、これまでにも。それ嬉しいですね。おお、2月から還暦を機に筋トレを始めました。すごい。新しいことをスタートさせて、先日インボディで筋量を測ったら両腕だけ標準になってきました。おお、すごいですね。還暦から成長ですよ、皆さん。どこからでも新しいことを始めたらね、そこから成長があるって楽しいですね。ではあと2分ぐらいですね、10時10分になりましたらトレーニングをスタートしていきますので、よろしかったらインスタグラムの方ですね、 YouTube の方にも遊びに来てください。こちら一度閉じます。失礼します。はい、では皆さん準備はよろしいでしょうか。お水の準備、マットの準備、今日もねお休みにもかかわらず100人ぐらいの方が今日も集まってきていただいてますね。ありがとうございます。ではまず体を動かしてね少し温めていきましょう。汗をね流していきましょう。音楽変えていきます。徐々にね新しい動きというよりかは今まで入ってきている動きが少し変わってきているっていうようなね、まるっきり新しい動きみたいなのがここに来ると入ってこなくなるので、体の疲れというか筋肉痛みたいなものも動きが変わってもね来なくなり始めてるんじゃないですかね。初めの方からご参加いただいている方は体の成長を感じますよね。はい、では切り替えていきます。はい、本日もお水休憩と取りませんので、皆さんのペースで喉が渇いたっていう時にですね取ってください。あとは休憩等もですね途中でもうちょっと限界っていう時には一回ストップしていただいて、休憩、お水休憩、ご自身のペースで取ってください。ではまずスクワットの動きからです。足はね肩幅です。腰幅よりかは気持ち一個広めですね。つま先を
外向きにセットして膝とつま先の方向が向きが揃うように。気をつけてほしいのはいいんですね、つま先あの膝が内側に向いてしまうのだけ気をつけましょう。少し開きながらダウンアップを10回から行っていきます。どうぞ。1、2、少しずつ深くしていきますね。3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、一度上で止まります。はい、では下でストップキープ10秒です。余裕がある方、イメージとしてはダウンをして太もも大腿部分が床と平行、床と平行セット。はい、どうぞ。10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、一度アップ。はい、足軽く振ります。これだけでちょっとじわっと今日きますね。かかとのアップダウンいきますので、足幅腰幅です。はい、さっきよりもちょっと1個狭めですね。狭くして拳2個分ぐらいの幅。かかとのアップダウン10回、どうぞ。1、2、親指の母指球の方に意識を置いてアップ。4、5、6、7、8、9、ラスト上で止まりますよ。キープ10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、降ります。 OK、 またね、軽く足振ってください。ではスクワット2セット目なんですが、スクワット昨日からねちょっと動きが変わりました。センターでスクワットを1回入れたら、右足の方に1回バランス取ります。右足でバランスを取って、両手おへその前で左膝タッチです。センターでスクワットを1回、今度は反対、左足の方に皆さん来て、右膝をおへその前でタッチ。センターでのスクワットが10回になるまで行います。真ん中からダウンして右移動からいきますね。センターダウン、どうぞ。1、右へバランス。センター2、左へ3、1回止まる。4、止まる。5、6、7、8、9、ラスト10。真ん中に戻ったらダウンをして下でキープ10秒、さっきの動きです。はい、下でストップ10�秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。アップ。はい、では狭めて腰幅、かかとのアップダウン、もう1セットいきます。つま先立ちですね。10回まずアップダウン、どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、上で止まります。キープ10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ダウン。足振りましょう。呼吸整えて足のトレーニングおしまいです。お水休憩ともね取っていただいて構いません。準備ができたら両膝をマットに、両手を前、一度ストレッチを入れていきます。右足、右手の外に持ってきてください。重心深く前に落として、股関節周りのストレッチです。セットができたら一度胸を張って、はい、息を吸って吐きます。お尻の高さね、深く前に前に落として、はい、伸びを感じながら小さくね揺らぎますよ。小さく揺らぐときは前の膝が小さくね外向きに、外向きに
外回しになるようにこう揺らしてあげてください。筋肉が緊張している伸びた状態から少しね揺らしてあげるとどん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 筋肉緩んでいきます。はい、 OK。 では足を戻して、反対左足前、はい、重心深く前落としましょう。前の足はお尻とかね、ももの後ろ、後ろの足はこの足の付け根をね伸ばしていってます。足の付け根を伸ばしたいのでしっかり胸を張る。大きく息を吸って、はい、吐きます。もう一段深く、はい、小さく揺らいで、はい、外に外に、膝が外に行くようにですね、ぎゅっと外行った時に内もも、内転筋までね伸ばせるようにちっちゃくちっちゃく揺らぎます。はい、 OK。 はい、ではお尻一度後ろに、はい、リラックス。はい、前に戻ってきてください。綺麗な四つん這いを作ります。はい、肩の真下に手首、お尻の真下に膝ですね。手の幅と足の幅同じ幅です。同じ幅、手のね間に膝が来てしまうようなフォームにならないように気をつけましょう。体幹の動きに入っていきますので、手の幅と足の幅同じ幅セット OK ですか。では右手対角の左足前と後ろに伸ばして下ろします。交互に左手と右足下ろします。10回いきます。右手と左足からアップ、1下ろして、左手と右足、2右手、3下ろす位置ポイントです。はい、左手4元の位置に下ろす、右手5、左手6、右手7、左手8、右手9、ラスト左手10、 OK。 はい、ではこのままですね、もう一つ動きを付け加えます。右手と左足前にアップをしたら1、そして2で肘膝を近づけます。くっつけなくても大丈夫です、近づける。そして3でもう一回伸ばして下ろします。左手も同じく1、2、3、ダウンです。右手からいきましょう。どうぞ。1、肘膝伸ばす、下ろします。左手2、2、3、下ろす、右手3、2、3、下ろす、左手4、2、3、下ろす、右手5、2、3、下ろす、左手6、2、3、右手7、2、3、左手8、2、3、右手9、2、3、ラスト左手10、2、3。はい、 OK です。ではここから腕立て伏せの動きに入ります。手の幅、今肩幅ですね、ここから一つだけ外に広めに取りましょう。これで腕立て伏せの幅になります。で今日はですね、今お尻の真下に両膝があります。お尻よりも一つ後ろに膝をついて、手と手の間に、頭じゃないですよ、胸を落としていきます。きついと思うんですけど、ブレーキだけ頑張ってください。とにかく耐えるだけ。最後ストーンって抜けてしまっても大丈夫です。とにかく耐える。そして上体だけ、背中の力も借りながら起こして、お尻を持ち上げて耐えるだけ頑張ります。余裕のある男性陣は膝を浮かしても OK です。とにかく耐えるだけ、下まで。帰りはね、少し優しく戻ってきましょう。セット OK ですか。では行きます。10回、1、ブレーキ、ゆっくりゆっくり、耐える耐える。はい、背中の力も借りて起こす、お尻持ち上げる。2回目にブレーキ、はい、アップ、3、
アップ4、耐えて耐えて耐えて、アップ5、アップ、あと半分頑張りますよ、ロック、アップ、シッチ、アップ、あと3つ、ハッチ、アップ、クッ、アップ、はい、ラスト、目いっぱいゆっくり、10、耐えて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 、はい、ダウン、 OK、 アップ、お尻後ろ、はい、休憩、はい、前戻ってきてください。はい、それでは上向きのですね、座った姿勢です。はい、少し休憩をしながら汗を拭いて、お水等もね、取りながら動きの確認をしてください。足揃えます。両手はお尻よりも1個後ろですね。指先外向きになります。外向き、後ろじゃないですよ。指先後ろじゃなくて外向きです。はい、お尻のアップを今からしていくんですが、お尻に近すぎるとお尻持ち上がりませんので、お尻のちょっと後ろ、上がる範囲でアップ、持ち上げます。背面のトレーニングなので、腰、お尻、ももの後ろ、背面にね、力、筋肉がぐっと引き締まるのを感じていきます。10回アップいきますよ。セット OK ですか？はい、いきます、どうぞ。1、上がる範囲で大丈夫です。2、ちっちゃくても OK、 十分です。3、いける人は少し大きく。4、5、あと半分、ロック、シッチ、ハッチ、あと2回、クッ、ラスト10、最後上で止まる、キープ、10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ダウン。OK、お尻前に出して寝ましょう。ラストの動きで最後腹筋やって今日おしまいです。ラストスパート頑張りましょう。呼吸整えます。両膝を立てて、両手、ももの前添えます。膝のてっぺんを目指して、顎を引いて、おへそを覗き込みます。目線ポイントです。おへそをしっかり覗き込む。体を丸めるっていうことですね。頭の重さ、首がね、疲れてしまう方は両手、頭の後ろでも効果変わりませんので大丈夫です。どっちかね、やりやすい方でやってください。はい、では正面に10回アップ、どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、10、はい、ダウン、一呼吸。はい、動きの説明見てください。右手、左足のももです。右じゃなくて体格の方の左足のももの上、そして外側を触りに行くように少しひねります。頭、支える方は右手で頭を支えて、いける範囲で少しひねっていただければ OK です。セット OK ですか？右手、左足のももに、はい、後半きつい方は上がる範囲で、回数もね、自分の中で5回とかでも大丈夫です。決めて行いましょう。10回アップどうぞ。1、2、3、4、5、あと半分、6、7、8、クッ、ラスト、10、はい、ダウン、はい、一呼吸。
ラストセット、最後反対でおしまいです。ここもね、回数、動かす幅、自分の今のね、コンディション、体力レベルに合わせてください。ラスト10回いきますよ。左手、右足ももの上、外を狙って10回アップ、どうぞ。1、2、3、4、5、ラストスパート、6、7、8、9、ラスト、10、はい、ダウン。はい、OK、お疲れ様でした。ストレッチを入れましょう。両膝右に倒して、目線は反対です。両手胸のラインで広げましょう。足とね、目線を反対に、ウエスト少しねじれる、ひねるのをね、感じて伸ばします。はい、OK、反対入れ替えて、両方とも左、膝は左、目線反対、右です。ウエストをひねって、4、3、2、1、はい、OK、センター戻って、OK、体を起こしましょう。今日のトレーニングはこれでおしまいです。お水取ってください。汗も拭きましょう。はい、お疲れ様でした。だいぶ今日は汗が出たぞ。はい、お疲れ様でした。今日からね、スタートだった方はちょっと今日のトレーニング10分間の内容、15分弱ぐらいですかね、ちょっときつかった人もいるかもしれないけども、回数とかをね減らしたり、動かす、幅をちょっとちっちゃくすればですね、全然ついてこれると思いますんで、ぜひ今日スタートの方はね、これをきっかけに明日明後日と、または筋肉痛等が来たら2日おきとか3日おきとかでも構いませんのでね、慣れてくるとこのぐらいのトレーニングであれば、基本的にこう毎日やっていっても、むしろ気持ちいいぐらいのトレーニングになっていきますんで、疲労がどんどん蓄積してしまうようなトレーニングではないんでね。ポンスケさん、ボンスケさんか。筋トレの大切さもですが、菓子パンを食べていたのをやめて、パッケージの裏を見る癖がついたり、食事の意識が変わりました。あー、すごいですね。そうですね、食事の話をここで一切してないっていうね、これまで、まずはトレーニングをね、こう楽しくというか、心理的な負担なくできるようになるところまで、やっぱりこう運動も食事もいっぺんに始めましょうってなるとなかなか続かないんで、ここのね、20日間ぐらいに関しては、運動をみんなで楽しんでいければいいかなぐらいな感じでね、食事の話とかほとんど触れてないんですよね。ただ僕もやっぱり一番最初に食事で気をつけましょうってやっぱ言いたいところは、そういう菓子パンとかが一番、最初に手をつけるところかなと思いますね。菓子パンってやっぱどうしてもやめられないというかですね、腹持ちも悪いですしね、食べてもまたすぐお腹減っちゃうし、その中に含まれている植物油だったりとかね、あまり良くない油とかもいっぱい入ってますんでね、菓子パンをやめられるとですね、結構食生活整うんですよね。中途半端に間食とかに菓子パンが入ったりすると、メインの朝ごはん、お昼ごはん、夕ごはんの内容っていうのもちょっと崩れちゃうというかね、やっぱお腹がちゃんと空いてるから、しっかりしたタンパク質とかその他の栄養素っていうのも美味しく感じられるんですけど、中途半端にその菓子パンみたいな血糖値が爆上がりするようなねものを食べてしまうと、またどうしてもその後の食事でも血糖値を爆上げしたくなるんですよね。そうすると炭水化物の量がどうしても増えてしまったりとか、増えてしまうがゆえに
タンパク質の摂取量っていうのがないがしろになってしまったりとか、結構崩れやすいんですよね。まあ、あの菓子パンとかをちょっと気をつけるっていうところからね、スタートしていただきたいなと思いますね。あ、初参加でしたが楽しくできました。お疲れ様です。大間さん、ありがとうございましたね。ちょっと朝一番軽く汗かけましたね。これから映画見てきますって方いますね。あ、行ってらっしゃい。お休みですからね、今日ね。菓子パンで時々波が押し寄せるのですそうですね、あの絶対にダメってことはないと思うんで、絶対ダメというか、体を本当に作りたい時には気をつけるべきだと思います。ただやっぱりポイントポイントで、美味しいパン屋さんが近くにできたとかね、まあ、ご褒美というか、やっぱり時々食べると美味しいものですからね。そう、小麦は依存性がありますよね。グルテンとか、アレルギー持たれてる方もいるし、ね、まあ、極端に言うとね、まあ、小麦の奴隷にされてるというかね、小麦漬けにされてるみたいなね、まあ、悪い捉え方をすればそういう捉え方もできますけれども、まあ、それは臨機応変に、知識さえ頭に入っていれば時々食べるのは非常に美味しいものですからね。お誕生日とかね、ケーキを食べたりする時にもちゃんとそこにはパンというか小麦が入ってるわけなんで、まあ、知識をつけとくってことは大事ですよね。はい、それでは10時半になりましたので、トレーニングで終了の方はですね、また明日もやってますんで、ぜひお越しください。お疲れ様でした。まあ、11時ぐらいまでですね、お時間お付き合いいただける方は、後半のね雑学タイムに入りたいと思います。で、今日はですね、まあ、皆さんもねストレッチ等しながらゆっくり聞いてください。あとはアーカイブでね、はい、ぜひ見てください。今朝は庭のさくらんぼをたくさん撮ってました。さくらんぼ、さくらんぼって今シーズンなんですか？今できるんですか？トレーニングのおかげか、はしごの上でも四方八方しっかり腕を伸ばせました。すごい、いいですね。なんかね、今日はうちもなんか植えてみようかななんて思ってるんですけど、はい、でそれは本日の話です。まあ、チャット欄とかね、ちょっと一回僕目離しますんで、皆さん楽しんでください。チャットで皆さんで楽しんでください。で今日はですね、この本をちょっとご紹介したいと思って、皆さんこの本読んだことあるかな。極楽飯店っていう本で、結構僕あの好きな本で、だいたい本って、まあ、最近は Kindle とかね、あの電子書籍で読んだりすることが多いんですけど、まあ、その当時はまだ持ってなかったんで Kindle をね、書籍として買って、で書籍として買ったものってだいたい僕手放すことが多いんですよ。売っちゃうというか、なくしちゃうことが多い。まあ、ずっと持っててもあれなんでね。でもなんか取っときたい本ってあるじゃないですか。これちょっと残しとこうとか、これすごい本質捉えてる本だったな、またいつか読み返すかもしれないなというところで取っておいた本で、まあ、結構お気に入りの本なんですね。で昨日の話とかでも、魂は死なないんですよとか、命は死なないんですよみたいなね、そんな話を、いやそれあなたが体験したんですかっていうね、そんなことを昨日お話ししたんですけど、まあ、それは僕の、考え方というかね、僕が見つけた答えでは全然なくて、まあ、僕はこの方のね、雲国際さん、雲国際さんの、お話、まあ、この人が前言えば悟った話っていうのが僕の中では、響いてですね、あ、この人の言ってることって多分本当なんだろうなっていうねことで、それを信じてるというだけなんですよ。その世界観を信じてるっていうね。なのでその人が書いた、リアルの体験談というよりかは、そのこの著者がその自分が、悟った経験をもとに書いたフィクション、まあストーリーですね。だからね、ストーリー、物語です。僕あんま物語とかそういうなんていうんですかね、フィクション系の本は読まないんですよ。やっぱりリアルな
実用的なハウトゥー本的なものしかあまり読まないんですけど、これは唯一そういうストーリー性も含めて面白かったし、その中になんか本質みたいなものを感じたんで、どういう本なのかっていうのをちょっと今日はご紹介して、その中での僕の気づきっていうのも最後に皆さんと一緒にね共有したりシェアできたらと思います。あ、そうそう、ね、これ運国際って読むとちょっとあれですけど、そう、運国際っていうね、そういうことみたいです。まあ、そこは置いておいて、まあ、どんな本なのかっていうね、皆さんも一緒にあのその本の内容をもし最後の最後まで綺麗に読みたい方はちょっと厚めですよね、ぜひあのお手に取っていただけたらと思うんですけど、2013年とか、なんか10年ぐらい前にもう出てる本ですね。10年前の本です。だからもうある程度内容とかもちょっとネタバレですけど言っちゃってもまあ問題はないと思うので、ネタバレ入りますんで、内容全部なんとなく分かりたい方はぜひご購入いただいてね、ああなるほどと、面白かったっていうね体験を一緒にしていただければと思います。はい、ではお話の内容です。主人公はですね、指定暴力団の幹部をやっていた峯岸拓馬っていう39歳の男が主人公なんですね。でその人が気づいたら深い霧に包まれた森の一本道にびしょ濡れのスーツを着た状態で立ってたんですよ。まあ、そこから話はスタートするんですね。でそこに大勢の人が一列にこう並んでるわけです。前にも後ろにも並んでるんですね。で同じ方向に向かって歩いてってます。で少し先の方に鳥居のような赤い巨大なゲートがあって、その先にはね神社のような神社仏閣のような建物が見えるわけです。でこの列に並んでる人たちは、まあ、どうやらそこを目指しているようだと。でそのびしょ濡れのね峯岸拓磨くんは、39歳の男はですね、前に歩いているおじいちゃんに、まあ、パジャマ姿のおじいちゃんなんですよ。でちょっと声をかけてですね、ちょっとおいおいと、これ どこに一体向かってるのと、みんなどこに行こうとしてんのと。そのおじいちゃん老人はゆっくりとこう振り返ってですね、こう答えるわけです。あんた自覚ないのかいと。死んだんだよ私もあんたも、まあ、どうやらあの向こうに見えるね、鳥居の向こうに見えるその神社のようなところが、まあ、入り口なんだねと。まあわしは家族に見取られてここに来たんだよと。家族が取り囲む病院のベッドにいたんだけど、まあ、気づいたらなんかここ歩いてたと。気づいた時にはここにいたと。まあ、そんな話を前のおじいちゃんから聞いてですね、まあ、ゲートに到着するわけですよ。その鳥居のね、その神社仏閣のようなねでっかい建物の入り口付近のカウンターでですね、金剛力士像みたいな人間とは思えない巨大な生き物がなんかこう受付をしてたらしいんですよね。こう受付をしてる、まあなんとなくわかりますよね、もう世界観は。まあ閻魔大王ですよね、閻魔様。まあ、強烈な見た目とは裏腹にですね、峯岸拓磨くんですから、主人公は。拓ちゃんですよ。拓ちゃんお待たせ、こっちおいでっていう、その金剛力士像みたいなのに呼ばれるわけですね。拓ちゃんなんでここに来たか分かってるっていうふうに言われて、本人は分かってないわけですよ。自分がそのスーツでびしょ濡れでここに立ってるってことを理解してないわけです、最初は。だからそれ聞くわけですね。閻魔様にね、まあ、閻魔様とは分かってないんですけどね、最初は。君あの金銭問題で仲間内で揉めて闇討ちされて殺されちゃったんだよねっていうことをそこで聞かされるわけです。なんかお酒だったりとかで酔わされて車ごと海に沈められたっていうことらしいんですね。だからまあスーツがびしょ濡れなわけですよ。で自分があ死んだのかということにちょっとずつそこで気づいていくわけですね。で あっちに見えるドアが2つあるけど、まあどっちに行くべきかはもう分かってるよねと。まあ、そこに書かれてるのはこう光り輝く天国と書かれてるドアと、ヌメヌメと黒光りする地獄と書かれてる扉があると。まあ本人はだって指定暴力団やってて悪いこといっぱいやってきてますから、まあそれは分かってると。で先ほどね前に声をかけた
パジャマ姿のおじいちゃんは、まあ、嬉しそうに天国のねドアを開けて光とともに消えていくのがあっちで見えると。でそのエンマからですね、まあ、これから入るその扉の向こうの世界を天国と感じる人もいれば地獄と感じる人もいるんだよと、まあ、タクちゃんは どう感じるだろうねと、行ってらっしゃいっていうことでですね、峰岸拓磨くんは地獄の扉を開き細い通路を抜けていくわけです。そうすると広いね町が広がってるわけですよ。地獄とは思えない綺麗な町、美しい自然と洗練されたデザインの建物、もう想像とは真逆の清々しくきらびやかな街が広がってたんですね。でふと見るとですね、さっきのパジャマ姿のおじいちゃんもいるわけですよ。そこに扉の向こうって同じ場所につながってたのみたいな疑問も浮かぶわけですね。まあ、そういうふうに思ってると高級リムジンがブーンって迎えに来て、まあ、これから峰岸さん宿舎へご案内させていただきますと、まあ、詳しくは車の中でご説明しますので、まあ、お乗りください。でそのさっきのおじいちゃんもなんかリムジンみたいなの乗ってどっか行っちゃったわけです。またねみたいな、まあ、君も天国来たんだねぐらいな感じでおじいちゃん思ってるわけですね。峰岸くんは地獄の扉開いたのに同じような場所にたどり着いて、でリムジンに乗って、まあ、とりあえず乗るかってことで乗ってね宿舎に向かうわけです。でその中で運転手が女性なんですけど、その女性にいろいろとお話を聞くんですね。でその話の中でちょっと分かってきたことっていうのが、天国ゲートを天国の扉を開いて通ってきた方は自由を獲得されてますので、ご希望に沿った環境が与えられることになりますと。で一方地獄のゲートを通られた方は残念ながら条件を満たされておりませんので、まあ、若干の制限の中での生活となりますってことを知らされるんです。でこれから峰岸様には町づくりのプロジェクトメンバーとして、まあ、現在進行しております、工事のお手伝いをしていただくことになりますと。まあ、どうやらですねその地獄のゲートを通った人たちは、まあ、適性別にチーム分けされて天国エリアで暮らす人たちの衣食住を支える、まあ、業務だったり作業とかを任されるらしいんですね。まあ、そんな話を聞きながらリムジンが宿舎に近づいていくわけです。で大きな山々にですね囲まれた経絡町っていう町があるんですけど、まあ、そこの地域に入って到着した宿舎は高級デザイナーズマンション以上のですねリゾートホテルのような佇まいなんですね。こんなとこに住めんのかと。でそこでですね運転手の女性の方から経絡町の生活のしおりというものを渡されるんですね。で地獄のゲートを通った、方たちはこの町以外での生活は残念ながら認められておりませんと。ただ一つ町を出る方法があって、まあ、いつでもですねここの生活がお気に召さないようであれば、経絡駅っていう駅がね近くにありますんで、そちらに行っていただいていつでも人間界に戻っていただくことが可能ですって言われるんですね。もうそこでしか住めないんだけれど もうどうしてもそこの生活が嫌だというんであればまた人間界に戻ることが可能ですよと、駅に向かってくださいね。とはいえ全ての記憶はまたリセットされて新たな人生を全くの別人として歩むことになるっていうことは覚えておいてくださいっていうことをね言われるんです、そのしおりで。まあちょっと少し考えるわけですね峰岸くんは。でもまたどうせ死んでここ戻ってくるんでしょと。でしかもものすごいきらびやかな街で、高級デザイナーズマンションみたいなところにここに住んでいいんでしょってことで、まあ、どうせまた戻ってくるんだったらここに少しいさせてもらうわということでですね、そこに、まあ、住むというかねそこでの仕事を受ける引き受けるようになるわけです。ただ一つ疑問があって、人間界に一回戻ったりとかしないと永遠にこの経絡町という町からは出られないのかっていう疑問をちょっと聞いてみたんです最後にね。そしたらその運転手の女性の方はそれは峰岸様次第でございますと、この町での生活は宇宙の基本原理を学び直すために機能しておりますと。刑とか罰とか
そういった類のものでは全然ございませんので、宇宙の基本原理をご理解いただいた暁には制限のない世界がご提供されることになりますっていうことを聞くわけですね。まあ、ということは宇宙の基本原理を習得さえすればあのおじいちゃんとパジャマ姿のおじいちゃんと同じ場所に行けるということかと、さようでございますっていうことでですね、経絡町、地獄のね経絡町での生活が始まるわけです。で、町づくりのプロジェクトメンバー集められたのは、まあ、その時には5人いまして、その中の1人がだから主人公の峯岸くんですね。まあ何人かいるわけですけどね、お名前もあるんですけど、詳しく知りたい方はぜひね読んでみてください。まあそんなね、毎日とりあえずバスが迎えに来てくれて、バスにみんなそのプロジェクトメンバーが乗っかって作業場まで向かうわけです。で、1日8時間ぐらい働かされるんですけど、そんな難しいことじゃない、みんな適正なところに配属されてるだけなので、自分ができることっていうのをただ任されるだけなんですね。で、そんな時にですね、まあ、サイレンが鳴ります。うーっとサイレンが鳴って現場の機械とかがね止まるわけです。あ、なんだなんだと。どうやらそれはですね、休憩のサイレンでランチタイムの合図だったんですね。はい、休憩です、みんな休憩取ってねって言って、まあ、ご飯まで食べさせてくれんのかと、地獄なのに。で、昼休みにはお弁当と飲み物がもらえるんですよって。このプロジェクトメンバー5人いる中で1人が主人公ですよね。で、もう1人がですね、昔からそこにいるっていう住人っていうか1人なんですよ。あとの他は、峯岸くんと同じように今死んでそこに来たっていうメンバー、1人だけちょっと先輩ずらしてるやつがいるんですよ。年は全然上じゃないんですけど、昔からいる子がいるんですね。その子が結構いろいろと教えてくれるわけですよ、そこでの生活のことを。昼休みにはお弁当と飲み物をもらえますよと。ただ食べれるかなみたいなね、まあ人数分もらってくるんで、まあ見てみてくださいよってことで、その先輩面してるね子がお弁当持ってきて、でお弁当開けたらみんな顔面硬直でフリーズするわけです。ひじきの煮物に見えるそれはムカデのような何か、エビチリに見えるそれもカブトムシの幼虫のような何か、ご飯のように盛られた白い部分はウジ虫だろうか。まあ、その先輩面してるね昔からいた子は田島って言うんですけど、田島だけはむしゃむしゃ食べているっていう、まあ、そんな状況なわけです。で、だからみんなお腹減ってるんだけど食べられなかったわけです、田島以外はね。で、仕事が終わってまたバスで高級リゾートマンションまで帰ってきて、田島が夕食どうしますみんなっていうね。他のメンバーはですね、虫以外のものを食わせてくれるところはないのかと。でも田島はいろいろ知ってるんで、いやそれは知らない方が身のためですと。まあ少しは食べやすいの紹介しますから、あのお弁当よりかはということで、レストランに行くわけです、みんなで仕事終わりにね。エビの素揚げが添えられたトマトソースパスタだとイメージしてくださいって言って、そのレストランで出てきたものがバッタの素揚げが乗ってて、パスタがミミズっていう。でもみんななんとなく分かってるんだけども、とにかくお腹空いてるから、これパスタミミズだよなとかって言わないようにしてですね、とりあえず食べれる味だったんで食べたんです。まあ、外に出た時にはあれは絶対ミミズだったよなっていう話は後でするんですけどね。まあ、とりあえずみんな何も言わずに食べ終えてですね、お腹を満たして、その帰り道、中華料理のすごいいい香りがしてきて、チカチカと点滅する看板には極楽飯店と書かれている。ただその先輩面してるメンバーの中の一人、田島はですね、あそこは絶対にダメですと。虫よりひどいものでも出てくるのかって周りが気になるじゃないですか。いやそうじゃないんです、あそこはですね罠なんですと。あの店に入ったら決して五体満足では帰ってこられませんよって田島が教えてくれるわけです。ほら見てみてください、あそこっつってね、血みどろでお客さんが出てくるでしょって言って、みんな血だらけでその極楽飯店から出てくるわけですよ。あのお店はこの町で唯一まともで美味しい料理を出してくれるんですけど、食べようとすると取り囲む鬼たちに妨害されて、まあ、さっきの金剛力士像の仲間みたいなね鬼たちに妨害されて、それでも無理やり食べようとすれば棍棒でズタボロにぶん殴られるっていう、そういう世界観なんですね。
食えるものなら食ってみろって言って、こん棒を口の中にグリグリさせられるっていう。そして血だらけでお店を出た後、結局そこにだってあるのは虫じゃなくて本当に美味しそうなご飯ですから、それを見た後にボコボコにされてお店を出るわけです。食べられなくて。お店に出た後、多くの人たちは経絡駅に向かってしまうわけです。人間界にもう戻るわ、そこをねもう諦めて経絡駅に向かってしまうと。その田島というね先輩面してるやつはそれを一回経験してるわけです。前のプロジェクトメンバーにも入ってたんだけど、みんなで極楽飯店に行ってボコボコにされて、田島は一人でビビってですね、自分だけ手つけられずにいたんです、ご飯に。でもその中の全員は経絡駅に向かって人間界に戻っちゃった。田島だけ残った。その人が今のこのプロジェクトメンバーに一人入ってるってことなんですね。でもですね、美味しそうなその料理の匂いがね、諦めきれなかったそのメンバーの中の一人がですね、田島じゃない以外の一人がどうしても食べたくて、翌日一人でそのお店に向かったんですよ。でも入れてもらえなかったんですね。どうやら極楽飯店は団体客しか対応していないお店らしいと。そのグループで行かなきゃいけないんですよ、極楽飯店はね。だから一人で立ち寄っても入れないと。じゃあどうするっていうね。でもちゃんとした飯が食いたいって思いは常にあるわけです。お腹もすく。そんな時、救いの女神が来ます。この5人のプロジェクトメンバーの中の1人が、あ、ばあちゃんって言って、宿舎から作業場に行くバスの時間ありますよね。朝宿舎からバスで、仕事場まで移動する間にちょっと天国エリアっぽいところの道を通るんですよ。あそこ多分そうなんだろうなみたいな。でそこで自分のばあちゃんを見っけるわけです。あ、ばあちゃん、今あそこ絶対ばあちゃん歩いてましたと。間違いなく僕にも気づいてたしっていうふうに言うメンバーの一人がいるんですね。でばあちゃんにそのスケッチブックで、ばあちゃん助けてっていうメッセージをちょっと送り始めるようになるんですよ。まあ、何日かこう、行き来する中でね。でばあちゃんがそれ気づいて、毎日一つずつメッセージをくれるようになるんですね。で今日は1日目っていう形で、あなたにはあなたの願いを叶える力はないんだよっていうことを一つ目に教えてもらえるんです。あなたにはあなたの願いを叶える力はない。で翌日二つ目は、与え合えば奪う必要はないよ。与え合えば奪う必要はない。で三日目、願いは願いを手放した時に叶うよと。で4日目、天国にあって地獄にないもの、地獄にあって天国にないもの、それに気づいたら極楽飯店へゴーっていうメッセージを最後にくれるんです。あなたには自分の願いを叶える力はない。これをヒントにですね、最後のこの物語のオチに入っていくんですけど、皆さん答えが分かりましたか？どうしたらその極楽飯店で食事にありつけるか。ちょっとチャット一回戻りますんで、皆さんどうでしょうか？このさっきのおばあちゃんのヒントがありまして、あなたには自分の願いを叶える力はない。それをみんな理解した上で、もう一回この極楽飯店にですね、このメンバーで行くわけですよ。どうでしょう？こういうことなんじゃないって分かる人いる？煩悩を捨てる、まあ、そういう類のものですよね。そういう類の話ですね。はい、ちょっとじゃあ答え言っちゃいますね。メンバーたちは気づくわけです。地獄の連中たちは自分でその飯を食おうとしたから食うことができなかったんだと。まあ、結局その目の前に出てきているもの食べたいわけですよね。あなたには自分の願いを叶える力はないっておばあちゃんにヒント与えられてるわけなんですけど、自分の願いはその目の前の飯が食いたいってことですよね。まあ、結局は食べさせ合えばいいっていう話なんですよ。自分には自分の願いは叶えられないんですから、食べたいっていうそれは叶えられないんですから、お互いに食べさせ合えばいいわけですよ。これって多分
あの仏教のなんかストーリーというかなんか話に多分あるらしいんですよ。だからそれも多分参考にしてるあの話なんだと思うんですね、世界観が。仏教の話とかだと、そのお茶碗を持った途端に肘が曲がらなくなるらしいんですよ、まず。だからだいぶ遠くにありますよね、お茶碗が。で、お箸を持つと、お箸がなんか1メーターか2メーターかなんか伸びるらしいんですよ、ビヨーンって。そんなんの状態だともう絶対食えないじゃないですか。でも食おうと思ったら鬼に棍棒で殴られるっていう、そういう状態なんで。でもそれは自分が食おうとしてるからですよね。でも周りにいるチームメンバーみんな食いたいんですよ。こんな状態でもとりあえずこう取って、お行くよ行くよって言って食べさせ合うことはできるじゃないですか、っていう仏教的なお話もあるらしいんですね。それにメンバーたちが気づくわけです。そして地獄の住人たちが互いに助け合って無事にその目の前のご飯っていうのを食べさせ合いながら食事を全部きれいに食べて店を出た時、そこは天国になっていた、ちゃんちゃんっていう、そういうまあお話なんです。まあちょっとはね、本当は少し締めくくりがやや違うんですけど、ちょっと今日はねこのお時間も限られてますんで、そんな感じのお話なんですよっていうことをね、ちょっとご紹介させていただきました。まあ詳しく知りたい方、面白そうだなと思う方はぜひ見てみてください。まあ、そこでですね、またエンマの話とかね、エンマとのつながり、エンマ様とのつながりとかで、まあよくそこまで気づいたねみたいな流れっていうのが出てくるわけなんですけど、ただ実はですね、天国エリアにいる人もあまりにも自由で全てが思い通りすぎる、思い通りになりすぎる世界においては、娯楽って何だと思います？何でも思い通り、見たいもの見れる、やりたいことやれる、思ったこと全部が手に入る世界においての娯楽、これって思い通りにならないことなんですよね。要はこの世界だからゲームってことですね。思い通りにならないっていうことも体験したいなってなりすぎると思い始めるわけです。だから結局天国エリアにいた人も地獄エリアにいた人もまたこの人間世界に戻ってきてしまうっていうことなんですね。ただ天国エリアから来た人は思い通りにならないここの世界の物質世界の不自由さを楽しむために生まれてきてるわけです。地獄エリアから来た人っていうのは私利私欲のために、まあ言えばさっきの経絡駅に向かっちゃった人たちですよね。虫以外のご飯をただ食べたい、もう僕のお腹を満たしたいっていうので地獄エリアから来てる人もいると。まあそれがこの世界ではこう一緒になってるっていう状態ですね。あとは、そこからちょっと抜け出してね、守護霊みたいな立場になって人間界を目に見えない世界からサポートするお役目を与えられるという人もいるようなんですよね。だからある意味守護霊の方たちっていうのも修行の身というか、お前次はこのお仕事やってごらんっていうことをちょっと言われて、じゃあちょっと人間界を外側からサポートしてみますっていう、そういう人たちもいると。まあフィクションではねあるんですけど、この世の真理が見えてしまったっていうような人がですね、書いた物語として読むと、とてもなんか生きていく上で参考になる考え方があるなーなんて僕は思ったんですよね。一番最初にエンマ様が言ったですね、この世界を天国と感じる人もいれば地獄と感じる人もいるということですよね。結局地獄だと思い込んでたところっていうのが、支え合った途端にお店出たら天国に変わってたわけですから、天国から来た組と地獄から来た組が混在しているこの物質の世の中ですからね、今この僕たちが生きている人間界はね。いや絶対俺地獄から来てるわ、そう思われた方もね、ご安心ください。あなたには自分の願いを叶える力はないのですから、相手に与えればいいってことですね。おばあちゃんの言うメッセージからするとね、与え合えば、奪い合う必要がないのですから、奪おうとせずに与えればいいと。願いは願いを手放した時に叶うのですから、まあ幸せになりたいとか何とかになりたいと思ってるうちは、私はそうじゃないって言ってんのと一緒ですからね。
だから1と2、あなたのその相手の願いを叶える、奪おうとせずに与えるという、これが一生懸命できてればあなたの願いって勝手に叶っていきますよっていう世界観なんだと思うんですね。願わずしても。天国にあって地獄にないもの、地獄にあって天国にないもの、天国にあって地獄にないものはやっぱり信頼と安心ということですよね。だからね、相手を信頼する、相手にあげれば相手が長い箸で僕の口にご飯を入れてくれるっていう信頼関係があればそこは天国になる。地獄にあって天国にないもの、不安と恐怖ですよ。もう不安だからこの何か自分のものを守りたい、何かを守りたい、絶対取られたくない、もうこれは不安と恐怖。そういう人はこの世がやっぱり地獄に見えてしまうというか、不安と恐怖に常にさらされてるんでね、安心と信頼で生きているのか、不安と恐怖で生きているのか、そこに気づいたら極楽飯店へゴーっていうのがおばあちゃんのメッセージです。まあ、もうこのことに気づいてしまえば、ちょっと地獄にいるなと思ってたその場所はいつからでも本当は天国だったんだなっていうふうに気づくことも可能という、そんなお話でした。面白かったでしょ？伝わったかどうかわからないけど、はい、ということでちょっと一回チャットに戻ってきました。皆さん何かお気づきな点がありましたら、まあ、ぜひ面白そうだなと思ったら読んでみてください。まあ、フィクションなんで、ね、真実とは言いませんけれども、なるほどな、なんか仏教の世界ってやっぱどうしても文字が難しい、でもすごく分かりやすく書いてくれてて、結局仏教とかそういうところで言ってることってこのことを多分言ってんだと思うんです。だから面白かったですよっていう、そんなお話でした。面白かったでしょ、ね、面白いですよ。だからこれ僕もなんか結構何年か前に見たんだけど、あ、これ多分真理を言ってるから数年後にもう一回読み返したらまた違う気づきがあるぞと思って、なんか知んないけどこれは撮ってあったんですよ。で、僕も中でもなんかこう話すネタとかも毎日こうやって話してるとなんかないなって思ってきて、ちょっと本棚見たら、あ、これ面白かったなって、昨日の話でね、なんか悟っちゃってるようなこと言ったんで、僕が悟ってるわけじゃないよと、この人が悟ってて、この人の価値観考え方っていうのが非常に参考になってるんですよっていうのをちょっとお伝えしたかったんで、もしご興味関心がある方は運国際さんの、その他の書籍等もね、ぜひ読んでみてください。はい、ということでちょっとね、今日お話がすいません、長くなってしまいまして、11時過ぎてしまいましたね。ちょっとストーリーをずっと話してたから、でもなんとなくの世界観っていうか雰囲気分かったでしょ。そうです、だから皆さん、ほら、あれですよ、与えてください。高評価押しました？高評価なんか、鈴木さん、押せって言われたら、押せって言われれば言われるほど僕は、私は押しませんよっていう人いますよね。与えてください。与えればあなたに返ってきますから。もうだから高評価を押してるか押してないかで、あ、この人は天国ゲートから来た人なんだな、地獄ゲートから来てる人なんだなっていうのが分かっちゃいますよ。押しときましょう、ここでね、皆さん高評価をね。あ、ポチりました、はい、はい、天国ゲートちなみに僕はね、絶対地獄ゲートだなって思いました。僕なんかあんまりね、こう、まあ、いいコンテンツとかにね、いいねとかってなかなかあんましなかったっていうのがこれまでね。だから皆さんご安心ください、地獄ゲートの人。僕も地獄ゲート、あ、さっきなんでこの本読もうと思ったんですかって多分ご質問あったんですけど、いや絶対地獄ゲートから来てるからでしょ。だって天国ゲートから来てたらこれに興味持たないでしょ。天国ゲートにいる人たちはだってこの世界を思い通りにならない不自由さを楽しむために、天国ゲートの人たちはあえて自分の自由を捨てて生まれてきてるわけですから、いいね、あなたのそれいいねってことが分かってる人たちですから、もうバンバン高評価とかいいねとか押しまくるでしょ。だから幼い人たち、僕と一緒、地獄ゲートから来てる、そしてこういうことを学べよっていうことを教えられて、どっかからそのインスピレーションを守護霊かなんかからもらってるから興味があるんですよ。知らないから、こういうことを。
まあ、地獄から来てるんでしょう。まあ、でもね、それが分かってしまえば、今地獄だと思ってるこの世も天国に見えるっていうことも教えてくれるわけ、教えてくれてるわけです。これはね、考え方一つでこの世界は天国にも地獄にもなるぞと。だって天国ゲートから来てる人と地獄ゲートから来てる人が混在してる世の中なんですから、そこだけの視点というかね、見え方次第でいくらでも天国になるんだっていうことをですね、地獄から来た組はこのからくりを知ってさえすればですね、今日から天国になるでしょう。だから高評価ちゃんと押してってくださいねと。そんなお話でございました。政治家に読ませるといいですね与えました、ありがとうございます。はい、ということでですね、皆さんすいません、ちょっと今日出てしまったんですけどね、11時過ぎましたんで終わりにしたいと思います。またゴールデンウィーク中やってますんで、よろしかったらお越しください。はい、ぜひね、興味がある方はこの雲国際さんの極楽飯店はストーリー、あとは他のものに関しては、もっとリアルな、お話っていうのがいっぱいある本、結構何冊か出てると思うんで、ね、YouTube とかもやってたような気がする。今もやってるかな。ぜひいろいろね、見ていってください。なんかフランクにカジュアルにその世界のことを教えてくれるとか、僕の中ではそれがスッと入った。難しくなかったからね。はい、ありがとうございました。また明日。